はい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 。おお、びっくりした。タンタカタンタンタンタカタンタンタンタカタンタンタン。お兄ちゃん、おめでとう。いやいや、急にどうした？お兄ちゃんにはなんと、ケナタロウマンション引っ越しの権利が当たりました。おめでとう。ケナタロウマンション、何ですかそれは。実は最近ね、このワールドに新しいマンションが建ったんだよね。新しいマンションが建った。お兄ちゃんは、そこの住人第1号に選ばれました。おー、羨ましいな。羨ましい。いや、大丈夫です。僕にはこの家があるんで。お兄ちゃん喜ばせるために俺頑張ってマンション作ったのにな。俺はどうせこれからもずっと一人で過ごしていくんだ。あの超高層タワーマンションにも一人で住んで、誰にも見つかることなく永遠に一人で。お兄ちゃんは引っ越してきてくれないんだろうから、俺はもう一生一人で暮らして寂しく。ちょ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 、はい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 、わかった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 。引っ越します、引っ越します。その超高層タワーマンション。よっしゃー、さすがお兄ちゃんだね。こっちです。はい、どこに建てたんそれ。超高層タワーマンションでしょ。めっちゃ景色とかいいんじゃない。はい、着きました。ここがケナタロウタワーです。じゃあちょっと今日は帰ります。ちょ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 、待って待って、すごいでしょ、ほら見て近くで。いやいや、どこがだよ。3階できただけじゃん。いや、でもね、ここの持ち味は高さじゃなくて、防音、防風、防水、防炎、すべてに特化した超完全体マンションになってます。なんだそれ。ってことでですね、お兄ちゃんには今からこれに荷物まとめて、まとめ終わったら戻ってきてください。オーナーはここで待ってますので。はい、わかりました。待ってますよ。全然タワーマンションじゃなかった。はい、ということで皆さん、あのマンション面白そうなのでね、今日もドッキリになんか使おうと思います。はい、どうも、ケナタロウマンションに住みたい人は高評価、ケナスイでーす。ってことで今見てもらった通りなんですけど、ケナタロウが作ったね、変なマンションに半強制的にね、住まされることになりました。僕的にはね、自分の家でね、静かに暮らしたいと思ってるので、今回ちょっととあるドッキリをしてね、ケナタロウマンション破壊していきたいと思います。ってことで本日の企画は、弟の家をマグマでいっぱいにするドッキリ。よいしょー。過去にね、水でいっぱいにするドッキリをしたマグマバージョンです。ケナタロウマンションが少しずつね、マグマでいっぱいになってったら、管理人のケナタロウはね、どんなリアクションしていくのか見ていきたいと思います。このチャンネルはね、登録者20万人を目指してます。あとちょっとです。皆さんチャンネル登録高評価して、動画の感想をね、コメントで書いて、ぜひ応援してください。ということで早速、家をねマグマでいっぱいするドッキリ、レッツゴー。 LINE スタンプ絶賛発売中。みんな買うの？よし、じゃあこれ段ボールに必要最低限のもまとめたんで、これケナタロウの家に運んでいきますか。よいしょ、1個ずつ持っていかないといけないの大変なんだけど。よーし、いるかなケナタロウ。あの家に住むってことは俺の部屋があるのかな。あ、いた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 。おー、ケナタロウ。あ、いた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 。はい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 、来ましたよ。よいしょ。お待ちしておりました。ようこそケナタロウタワーへ。タワーじゃないって。ちなみにここ家賃とかかかるんですか。家賃はなんと無料です。うおー、マジで。あ、それなら住もうかな、はい、ちょっと。今回はですね、無料の代わりに、すごいいいマンションだったら、自分のね、視聴者さんたちに宣伝してもらって、はい。で、ここの入居者を増やして、ということになっております。おー、とりあえず案内してもらっていいですかね、ちょっと。はい、今回のマンションの。案内します。これ取っていきましょう。まあ、うちのマンションにはですね、まあ、いろんな設備があるんですが、はい、まあ、とりあえず部屋に案内しましょうかね。おー、はい、すげえ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 。部屋は3階ある、こちらとなっております。おー、ケナソイエサバって、わざわざこんなん作ってくれたんだ、はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ、荷物運ばせていただきます。荷物ここら辺に置くか。よいしょ。あ、ん、ん、なんかすみません、すごい落書き、前の住居者のものが。いやいや、なんで落書きやんの。ごめんなさい、ちゃんと掃除してよ。すみません、ちょっと清掃が行き届いてなかったようで。あ、あと1点はい、言い忘れていたのですが。何ですか。ここだけは絶対に開けないでください。なんだよそこ。では荷物がまとまったら1階で待っておりますので来てくださいね。めっちゃ怪しいんだけど。何これ、すっごい開けたくなるけど。いやでもこれ気になるな、この中。この家をね、マグマでいっぱいするドッキリするからね。まあここも見とくか。何があるかな。開けます、ちょっと怖いけど。はい、ん、開かない、壊すか。はい、よいしょ。早く成仏してください。おちょちょちょ。何何何何、
怖いんだけど。おお、びっくりした。はい、見てないですよね。あ、見てないです。はい、何も見てないですよ。それでは1階の方へご案内します。ちょちょ、怖い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 。何、これ4階もあるんだ。よいしょ、ついていくか。はい、ここは2階となってまして、ここが管理人である私の部屋になってますので、ケノス様はこのマンションに入ってきて自分の部屋に行く前に一回僕の寝室を見ることになるんですけど、それはご了承ください。で、ここが共有リビングルームですね。このね、たくさんの入居者様と一緒に過ごしてください。たくさんの入居者って、入居者いんの？あ、すみません、第1号と言ったんですけど、実は先に入居している方がいまして。いるんだ。はい、マイケルさんと言います。マイケルさん、こちらです。はい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 、こちらマイケルくんの部屋です。ここマイケルくんの部屋。はい、はい、入ってください、どうぞ。お邪魔します。おー、びっくりした。どうも。マイケルくんはくっしゃいで喋れないのでじゃあ出ましょうか。狭、ここに住んでんだ。はい、てことで、うちの施設は以上になります。あ、はい、では部屋でゆっくりしていて大丈夫ですので、私はね、はいはいはい、少し2階で疲れたので仮眠を取ろうと思います。仮眠取りますか。また後でー。はー、はい、よしよしよし。とりあえず荷物とかも運びたいけど、早速ドッキリやっていきますか。どうしようかな、どこから行こうかな。早速やっていきたいけど、そうだな、ここから、はい、じゃあここまで。じゃあ1階にまずマグマを引きたいんで、まずはどんな感じかみんなに見てもらいましょう。よし、行きます。スラッシュスラッシュリプレイス、空気をエアーを溶岩に変えるというコマンドを打つと、せーの、落ち、じゃーん。あー、できたできたできた。待って、やばい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 、やばいことになってる。はい、こんな感じです。で、僕は今ね、火炎耐性あるんで、はい、降りても大丈夫と。オッケー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 。よし、さあこれでキャナタどんな反応するだろう。よし、オッケー。ちょっと燃えてるけど、まず1階の部屋マグマつけてみました。これでちょっとキャナタの様子見ていきましょうか。ベースなんか引っ越してるふりしよう。よいしょ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 。おー、キャナスイさん、はい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 、暇だから俺も手伝ってあげますよ。どう、なんだこれ。うわあ、マグマ、なんで、やばい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 、なんですかこれ、なんですかこれ。キャナスイさん、危ない危ないです。どうするんですかこれ、やばい。何が起きて、え、何が起きたんですかこれ。わかんないよ、管理人さん。なんか1階がマグマだらけになってる。すみません、うちのマンションはでも防炎なので。ああ、燃え広がらないってこと。上の方が燃え広がることはないんですけど、どうしよう、はいはいはい、このままだとマイケルくんがやばい。マイケルくん、あ、そうだ、やばい、一体にマイケルくんいたんだった。どうするんですか。ああ、大丈夫ですかキャタロさん。キャタロさん、ちょっとマイケルくん、救ってきます。どうやって救うんですか。僕の大切な住民なので。おお。マイケルくん、待ってろマイケルくん。いて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 、大丈夫本当にそれ。決死の覚悟でマイケルくん。え、めっちゃ進んでる。え、大丈夫。あ、え、ちょっと浮いてる。あ、ケラシーさん燃えてる、大丈夫ですか。あ、ちょっと大丈夫です、ギリ耐えました。おお、水あるんですね。水持ってきたんですね。これで来ることはなくなったので。確かに、もう残念ですけど、うんうん、マイケル君は諦めましょう。諦めるんだ。はい、これどうにかして対応しないと。でももう諦めましょう。2階からでも僕たちは行き来できるので、このエレベーターで。おお、ほんとだ。何これ。はい、これは高層マンションの特別エレベーターです。こうやって上がることができます。なんだこのエレベーター。はい、なのでもう1階は捨てて、マイケル君のことは記憶から消してください。わかりました。ちょっとでも、こんなことが二度とあってはまずいので、うんうん、もし今後マグマが浸水した時のために、私は屋上に緊急用の脱出口を作っておきます。緊急の脱出口？はい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 、はい。なんとかしないとなー。行っちゃった。あ、はい、ということで皆さん。いい感じですね。じゃあ早速、2階部分もやっていく？皆さん見といてください。はいと。おー来た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 。よし、これでちょっとケナ太郎が気づくのを待ちましょうか。あ、とりあえず上でケナ太郎何してるか見るか。おお、開いた。おお、何してるんですか。ケナ水さん、はい、見てください。緊急脱出用にヘリコプターを用意しました。おお、それで何かがあった時は脱出しましょう。確かに確かに、ありがとうございます。でも1台しかないので、何かあった時は君には死んでもらう。おお、ふざけるな。てかさっきバケツ持ってたんで、一個一個すくっていけばいいんじゃないですか。ちょっと
まあ1回ぐらいのレベルだったら、うん、1回ぐらいだったらそれでいけるんじゃないですか。まあ確かに、それで、なんかジュージュー言ってる。あれ待って、なんか2階が、やばい、どうしよう、どうしよう、2階が燃えてる。なんでなんで、やばい、キナタロが水流したせいで黒曜石になっちゃった。やばい、なんで、ちょっと書き換えます、コマンド。ここで黒曜石を溶岩に変えます。これで、はいと大丈夫か。どうだ、あー、出た、あキナタロさん、なんてこった、なんでこれ2階まで、なんか上がってきてますよね。てか、今黒曜石にしたのに水バケツでやったのに意味なかったですね。ちょっともう一回やってもらっていいですか。行け、おー、いい、ナイス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 、行け。これでマグマは大丈夫か、上がってこないか。これで少しずつマグマの、そうですね、おーい、ナイス、いいですね、いいですね、よし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 。いや、でも待ってください、狭くなりましたね、お家。どうしてこうなってしまったんだ。確かに、ちょっといっぺん上がりましょう、ここ危ないんで。そうだね。進行がスムーズだね。もしかして知ってるのか、この下でマグマをやってるものの存在が。いや、わかんないですけど、なんか多分あるんじゃないですか。てか、後ろ見てください、マグマに変わりましたよ、また。なんで、いや、これ完全にあれだ、はい、マグマのさ、湯みたいなのが湧き出てるんだ、下で。温泉みたいにってことですか。キラセ君、君ここの住人だろ、止めてきなさい。このマグマにダイブして止めてきなさい。いやほら行きなさい。いや、ケナ太郎さんが言った方がいいですよ、オーナーなんで。詳しいでしょ。あ、わかりました、火炎耐性の瓶あげますよ。ほんと、ほんとか、はい、ほんとか、ちょっとプリエイティブでこっそり出します。溶岩投資のポーション、あ、これ使えそう。はい、これと耐火のポーション。あ、耐火のポーション、はい、なかなか使えるな君。これで行ってきたらどうですか。行ってきてください。溶岩投資のポーションと、お、耐火のポーション、よしよし、行ってきます。はい、あ、なんか溶岩が透明になって見えてる。行ってくるぜ。行ったよし。説明、はい、皆さん、ケナタロ行きました。ちょっと僕もスペクテーターでケナタロ様子見ていきますか。うら、進んでいってる、めっちゃ進んでいってる。マイケル救出しろ。よし、で、この間にちょっと溶岩の量を増やします。マイケル大丈夫か。マイケル無事だったぞ、キャラス。おお、ケナタロさん声聞こえますよ。ちょっとマイケルが無事を確認してから一旦上に戻る。はい、よし、じゃあ皆さん、ここちょっと溶岩の量を増やして、じゃあめっちゃ増やしました。で、ここを黒曜石で埋めましょう。戻ったぞー。なんかめっちゃ上に上がってない、マグマ。え、なんかマグマめっちゃ上に上がってない。ケナタロさん大丈夫ですか。マグマなんか上がってますよね。やばいやばい、てか、あがら、え、待って、閉まってる。マイケルさん助けただけで原因は見つからなかったんですか。原因はなかったけど、やばい、待って、なんか閉まってる、ここ開けて、お兄ちゃん開けてお兄ちゃん。痛い、ちょっと待ってください。効果切れるって、頑張って開けようとしてるんです今。開けて、早く効果切れる、はいはい、効果切れる、はいはい、死ぬって、頑張って掘ってますよ、僕も。ちょっと死ぬって、どうも。死んだ、この声、何が起きたんだ、いった、大丈夫でしたか。もうこのマンションは救えないから、屋上から脱出しよう。屋上から脱出する、もうダメだ、このマンションは終わりだ。はい、これを使って脱出しよう。はい、これで脱出するんですか。まずい、燃料が足りない、ちょっと俺燃料取ってくるから。はいはい、よし、なんかケナ太郎が燃料取り行ったけど、このワールドではね、僕クリエイティブになれるんで、よいしょ、これもう乗らせてもらいます。クリエイティブだと燃料いらないんで。脱出、これでケア太郎の脱出用飛行機乗っ取りました。オッケー。おー、すごい、家の中見て、マグマだらけになってる。よし、ここでもう乗り落とそう。で、一旦透明マント着て、ケナタロにバレないようにしましょう。最後にちょっと特大のやつ。おー、なんかいる、ケナタロ。よし、今透明になってるんで大丈夫です。燃料持ってきたぞ。あれ、おい、どこ行ったんだ、キャラセー。あれ、飛行機もない。あれ、もしかして、先に行った。ここでできるかな、スフィアコマンドで。よし、ケナタロがどんな反応するか。いきます、ドン。来た。どうなる。おー、すごい。マグマの玉が。さっきやったら気づくか。どこ行ったんだよ。おい、ちょ、屋上壊すか、これ上。気づいた。なんか落ちてきたな、なんか。なに、なんか、太陽が落ちてきた。結構遅いから、ちょっとここら辺にも作るか。やめて、太陽が落ちてきた。なんだこれ。やば、水、
どうする、キャタロ。お、水で防ぎようとしてる。水で防ぎようとしてる。止まれ止まれ止まれ。あー、でも太陽、太陽じゃない、マグマが。どうなる？この水の中に避難したらどうだ、いけないか。水の中に避難したらやめて、頼む。ということで皆さん、今回のドッキリどうだったでしょうか。キラ太郎かわいそうと思った方はぜひチャンネル登録お願いします。生き延びた、あれ生き延びた、キラ太郎。あ、やばいやばい。はーい、皆さん、ドッキリ大成功。ケナ太郎の家をマグマでいっぱいするドッキリでした。ぜひね、チャンネル登録、高評価して、明日の動画も楽しみに待っててください。明日も面白い動画出しまーす。それじゃあ、バイバイ。